こんにちは、速稼塾の久保です。ポイントサイトのモッピーですごくね、珍しいというかね、面白いのがあったんで、これからやってみようかと思うんですよ。まだ私も未経験です。で、レシート投稿っていうんですけどもね、レシート投稿って何だろうと思って見てみたいん、これから見てみるんですけども、どうやらね、こうやって買い物するじゃないですか。で、レシートもらいますよね。このレシートをモッピーに投稿すると、なんとですね、購入金額の何パーセント、場合によっては百何十パーセントが戻ってくるそうなんですよ。だから例えばね、100円のものを買って、そのレシートを投稿して、まあ、感想を、ね、出しますよね。そうすると例えば150円戻ってくるとかね、こんなことがあるそうなんですよ。ちょっと実際どうなのかわからないんで、これから私体験してみますけども、例えばね、ヨーグルトを買ってきてレシートもらうじゃないですか。で、ヨーグルトの味とかパッケージとか、まあ、いろんなものが感想として考えられると思いますよね。そしたらそのヨーグルトに対するレシートと自分の感想を投稿すると、なんかね、100円で買ったヨーグルトが例えば150円になって返ってくるみたいな感じです。これ良くないですか？自分の生活の中で普通に普段買ってるものがあるといいですよね。もしくは切り替えても遜色ないもの、例えばこっちのヨーグルトをモッピーで紹介されてるヨーグルトに切り替えると、その時だけでもね、そうすると購入金額以上に戻ってきたら、これはいいじゃないですかね。それから商品の開発とかにも参加できるんで、こういうのが好きな人にはたまんないんじゃないですかね。ちょっとね、案件見てみますね。まあ、今見てるのがモッピーのトップページですけども、トップってところに行って、どこだ、あ、これこれ、無料資料請求レシート投稿ってあるでしょ。このレシート投稿っていうところをクリックするんですよ。そうするとありますよね、なんかケーキみたいなの。例えば近所のスーパーでこのケーキみたいなやつね、398円で買うじゃないですか。でも大体こういうのってスーパーだと安く売ってますよね。例えば35%とかね、まあ分かんないですけども、そういうのを買ってきて、1個買ってきて購入金額1個って書いてますから、で買ってきて食べるなりなんなりして感想を送ると430ポイント、430円分になってますよね。で、隣のオリゴ糖っていうのは、これは1日はとてもじゃないけど使い切れませんので、冷蔵庫に置いときゃいいんですけども、49%で買ってレシート投稿すると53%になって、要するにね、商品は実質無料で手に入って、プラスお駄賃がもらえるって形です。ちょっと下の方行きましょうか。あ、これありますね、なんかアイスクリームかなんかみたいな、青木スーパー限定。これはちょっと分かんないです。青木っていうスーパーに行かないといけないんですかね。私の家の近所には青木ってスーパーないですから、ちょっとないかなと思います。うん、まあ、こうやって探せれますよね。あ、これこれこれは見たことあるな、 L92、 うん、守る働く乳酸菌ってあります。これはね、近所の私がよく行くスーパーにあると思うんで、これ買ってきて、購入個数は6個ですから、だから128円の6個を買えばいいんですか。うん、そうすると414ポイント戻ってくるってことですかね。うん、まあ購入金額の全部は戻ってこないですけども、お得ですよね。これいいな、といろいろありますんで、今度ね、近所のスーパーにこれが実際あるのかどうかってことを確認した上で買わないと、案件申し込んだけども近所のスーパーにどこもなかったってことになったらいけないんでね、そういうことを注意しながら申し込んでみようかと思います。はい、いかがだったでしょうか。まだね、ちょびっと見ただけなんで、他にもどんなものがあるか分かりませんし、それから日ごとに商品も変わると思いますんでね、これからモッピーのサイト行くたんびにこのレシート投稿っていうのをね、毎日見てみようかと思います。という形で、まあ、必ずね、案件何かやるものありますんで、クレジットカードができないから終わりですじゃないんですよね。クレジットカードができる方でも、これね、半年に3枚が限度なんですよ。あんまりカード作りすぎると申し込みブラックになっちゃいますし、それから FX の口座開設もコンスタントに新しいね、会社が生まれてくるんですけども、まあでもね、FX の口座開設して多少入金して取引しないといけないじゃないですか。で、そのためにお金がいるのと、それから報酬として振り込まれるのは数ヶ月後になるんで、この間の現金きつくなっちゃいけないんでね、 FX もそんなにね、バンバンできるわけじゃないんですよ。ということで、バランスよくできそうなやつを少しずつね、本当にうっすらとやって、そうですね、月に3万円ぐらいを目指すとかっていうところからやっていけばいいんじゃないですかね。そうすると30日かけてちょっとずつ見て、たまにね、1000円とか2000円のものをちょこちょこっとやって、それでまあ30日かけて3万とかね、そのぐらいだったら無理なくできるんじゃないかなと思うんですよ。一気にね、今日中に
5万だとかになってくると結構きついと思いますんで、そこまで根詰めずに楽しみながらねやっていけばいいんじゃないかなと思います。まあ気合が入っちゃってね、最初このモッピー登録した時にいっぱいやっちゃいたいって思うの分かるんですけども、燃え尽きちゃいけないんでね、少しずつやっていきましょう。では本日は以上です。